日本新潟県新潟市東区、竹尾竹尾は、新潟県新潟市東区の町あざ。現行行政地名は、竹尾1丁目から竹尾4丁目と、大あざ竹尾。住居表示は1丁目から4丁目が、実施済み区域、大あざが未実施区域。郵便番号は950-0862。1980年から現在までの町名。 栗の木川東方の砂丘上に位置する。元は江戸時代から1889年まであった竹尾神殿の区域の一部で1889年から1980年まであった大技竹尾が町名を施行して町長となった。地名の由来は寺山から繁茂している竹がこの近辺をお祭りとして姿を消していたことによる交通の便が良いことから 住宅地として発展。1969年の卸団地造成以後に急速に宅地化した。1889年以後に以下の町字が分立。1636年の開発とされる。1889年以後に以下の町字が分立。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、注釈出典。ありがとうございます。